葛飾北斎が金星階段詩も予防しに登場する怨霊怨霊とは自分が受けた仕打ちに恨みを持ち、たたりをしたりする資料、または精霊のことである。悪霊に分類される。生きている人には災いを与えるとして恐れられた。憎しみや恨みを持った人の精霊や非合の死を遂げた人の霊。これが生きている人には災いを与えるとして恐れられている。 霊魂信仰の考え方では、霊魂が肉体の中に安定しているときその人は生きていられると考える。恨みや憎しみなどの感情があまりに激しいと、霊魂が肉体から有利して精霊となり災いを与えると考える。戦死、自己死、自殺などの非合の死を遂げた人の場合は、霊肉が共に揃った状態から、突然肉体だけが滅びた状態になる。 とされる。したがって、その人の霊魂は生きどころを失い、空中をさまよっていると考えた。これらの霊が、不幽霊である。平安時代の書物に盛んに現れるもののけ、中世の音量や語霊、近世の無縁物や幽霊などはいずれもこうした不幽霊の一種と見ることができる。音量を主題とした講談や物語などがあり、こういったフィクションなどでは、 様々な設定で描写されることもある。神霊においての怨念とは、たたりなどを及ぼすとされる、思念を指す。日本においては、古くは、平安時代の菅原道真や平野正門、ス徳上皇などの歴史上の清掃や騒乱にまつわる、たたりの伝承、時代が下った近世では、江戸時代に、民家家で実際に起こったとされる妻のお岩にまつわる一連の事件としてまとめられた。 四ツ谷雑談集を鶴や南北が階段として脚色した東海道四ツ谷階段などが挙げられる。また近代に入っても明治時代から第二次世界大戦終戦直後に東京で起きたとされる大倉省庁舎内及びその跡地における首遣い点などにまつわる数々のたたりなど伝承されてきた音量に関する風文が広まったこともあった。江戸時代に至ってもなお 庶民は一般的に音量に対する意怖感、恐怖感を抱いていたという民族学上の分析もある。上に挙げた死者の例は、領義的側面を持っていることがわかるが、音量と反対に祝い祀られているのがソレである。また民族学と全く関係ないわけでもないが、哲学者の梅原岳氏は日本史を音量鎮めの観点から捉えた音量士官で著名である。 インドの仏教では、人は7日に一度ずつ7回の転生の機会があり、例外なく49日以内に全員が転生すると考えられているために霊魂という特定の概念が違うが、日本では神仏集合のため、日本の仏教では霊を認める宗派もある。音量の深刻化を言い、平安時代以前の音量と見られるものとしては、大和政権が征服を進める際に、 敵型の霊を弔ったという早戸塚がある。いくつかの神社などにおいて実在した歴史上の人物が神として祀られている。日本三大音量日本の著名な音量日本以外の音量大事林 ABCDEFGHE の口正事。音量。2011年1月29日閲覧。ありがとうございます。